クリンチューこんばんは <laughs> ライナさんこんばんはあきらチームさんおつかれいなですそうなんか急に寒くなったんでちょっとモコモコきましたフードフードかわいいありがとうございます今泉さんあたたんこんばんは幸咲さん,さんこんばんはビロンさんこんばんはカ <laughs> マキングさんこんばんは人生で必要なの一ん 人生で必要な大体のことは肩に乗った鳥が教えてくれるって前も言ってましたがはい「ごちチャンネル」が始まったよってことを教えてくれたんでしょうかこんばんはケバズきさんこんばんは m f a くんこんばんはあすかどんちゃんこんばんはえっ、ー、とあメロンヤローさんもお花花束もあるんだえー、ありがとうございますえっ、ー、とミキワさんこんばんは ベースケさん、こんばんは。ありがとうございます。えー、っと、アカシノパチさん、こんばんは。久住さん、50カウント、ありがとうございます。せフけシさん、もこもこかわいすぎて辛い。ほんと嬉しいです。<laughs> もこもこ。なんか最近、あれですよね。なんか、日中は日差しがあればあったかいけどさ、あの、なにあれが多いよね。寒暖差が、こう、激しくなって、なんか春、 もうすぐ春だなって感じもしてるんですがねえ皆さん体調崩したりしてないですか立川は雨降ってるんですねこっちどうだろうこの辺はどうなんだろうちょっと外見てないから分かんないですけどえー西さんこんばんはゆうちゃんこんばんはあ今週もキッカのショールームと同時なんだキッカなんかずっと配信してるんだもんね今ね 赤白ポシさん、ありがとうございます。せかげれさん、かわいい。ありがとうございました。ギフト。と <laughs> なってぃ、こんばんは。裏地がもこもこです。裏地がもこもこ。ユニクロ。だいぶ前に買ったユニクロ。髪の毛挟んじゃった。だいぶ前に買ったユニクロです。<laughs> なんか今日かわいいって、なんだろうね。これ、もこもこのおかげかしら。にしーさん、ありがとうございます。 ねそうなんですよね、久しさん着るものに困りますってコメント来てるけど本当にそうなんですよ、なんか気分は春春っぽくて明るい色を着たいんだけど、春服じゃまだ薄くて寒いからコートはやっぱ冬物だったりなんかね、あのファッション的にも難しい時期ですよね、本当に今ってねねね曲がらないいスペーささんこんばんは日休みさんこばはは夜まだ寒いよよって、ね、そうですよね。 ィロンさんも季節の,目の季節の変わり目だからね。うん、ほんとですね。たけしさん、こんばんは。あ、ボビー、ボビー・ボネルさんか。ボン、ボネルって言うんだ。ごっちゃんショールームやってたんだ。教師いたって。えボ,ボビー・ボネルさんあれかな、チャオベラの時とか、ポシボ時代にショールーム見てくれてたりとか、もしかして。 私が名前と顔一致してないだけで。あれかな。そうです。ショールーム。今日、んおととしもう1年経ったんですよね。ショールーム個人開設してからは。そうなんです。地味にやってたんですよ。毎週金曜日21時からやっております。あ、都内も雨降ってるんですね。<laughs> もこもこが何個あるか数えてもらいましょう。 もうキッカーの配信中に終わらないし、もうどこどこまでがモコで、どこどこまでがモコだかわかんないよね、これ。モコモコ。大変だよ、こんな。<laughs> 中津川は雨です。そっかよ、結構全国的に雨なのかな、今は。どうなんだろうね。うん、なんか可愛いいっぱい来た。ありがとうございます。さあさあさあ、そんなことない。あ、メロイエローさん、たくさん貼ってありがとうございました。えー ゆかちゃんこんばんは。前髪の好き具合かな。本当前髪。今ちょっと長めなんですよね。長めだからこう巻いてるっていうのもあるかもしれない。もこもこかわいい。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。皆さん、ギフトもたくさん。早速。<laughs> ハートが来てる。わーい。 なんかさ、リップ薄いよね、なんかさ。ちょっと違うの、塗ろう。結構塗ってるんだけど、画面越しだと、私のお気に入りのリップ、これ。だいぶ長く使ってる。うん。 血色良くなった <laughs> やってましたねメイク配信とかね最近はやれてないですけどガチイベ参加してた頃とかはやってましたねすっぴんからあの出来上がるまでとかねあらたけしさん毎度週の終わりの癒しですだってありがとうございます嬉しいです私もなんかショールームやるとあ金曜日だなって思います私も 安定な前袖いやこれは癖なんです。これは、てか、癖っていうか、なんか手になんか握ってたり、なんか、なんか触ってないと落ち着かなくって、そういう人っているじゃないですか。いないいないですかなんか、なんか、なんかあった方が安心するんですよ。あ、ボビードネルでしたって、やっぱそうですよね。ドネルさんですよね。ボビードネルさん。ボビーさんって呼びますね。<laughs> ありがとうございます。K1 さん、こんばんは。あら、曲がらないスプーンさんは雨の中自転車で帰ったわんって。そらそら大変。顔文字も半分になっちゃって。あ、違うこれ、顔文字が半分になってんだよね。消えちゃってんだよね、きっと。<laughs> 風邪ひかないようにしてください、あたかくもも。ごチャンネルなんか見てないで、あの、早くお風呂入った方がいいと思います。<laughs> でも、ありがとうございます。<laughs> ね、皆さんほんと風邪ひかないようにしてくださいね。 あフードかぶってるのがかわいさを増してくれてるんですね。ありがとうございます。よかった。じゃあ今日はこのままいこうと思います。さあさあさあということで。えー、っと。今日は私はお休みだったんですけど、あのもう3月に入ってから、あそうだ !3 月ですね皆さん。<laughs> 早いもので2021年。3月ですね。 いかがお過ごしですかか <laughs> なんかもうあの私はあの歌稽古はあの前からあのやってたんですけどまあ改めて顔合わせということで、まあ、3月から本格的にあの本読み今やって、まあ、本読みやったり歌稽古やったりみたいな日々なんですけれども今日はお休みだったんですよ。そうだから久しぶりにちょっとゆっくりできて。 ま、あでもちょっとやることやったり、もうこ結構ね、考えることもたいっぱいあるんで、もう頭の中いっぱいに、もうすでにパンクしてるんですけど、そう。あのー、皆さん見ていただけましたでしょうか ?YouTube。見てくれたかなあのー、私も、あのー、ツイッターんだったり、インスタグラムだったりの方で、あのー、URL、あのー、 リツイートしたりねあのストーリーズ更新したりしたんですけど今回、あのー、4月7日から10日まで行われるそのミュージカル「ブレイブハート真実の扉を開け」というミュージカル私参加するんですけどそのミュージカルがあの新聞記者のを、あのー、新聞記者さんの物語なんですね。 で、っていうこともあり、あの、今回のそのミュージカルの特別企画として、あの、朝日新聞の記者さん、あの、南明さんという、あの、朝日新聞の記者の方に、なんと、この私、後藤由紀がインタビューしてまいりましたそうなんです、実は。そうだから、あの、ちょっと前に私が、あの、インスタの方とかでも、なんか、 あの今日は真面目モードでドキドキするお仕事してきますみたいな、あのそんな話をあの載せてたり、ここでもちょろっとしたりしたんですけど、その絵がこ,これなんですよ。<laughs> そうなんです。やばいよね。やばいよねっていう、なんかもう語彙力がもう、語彙力からしてもあれだなって思うんですけど。<laughs> はい。えー、そうなんです。 見てくれたかな久志さん見ました。あモロリーもね、舞台ありますもんね。顔合わせして。そうそう、そうなんです。あ、安倍氏も見てくれた。今泉さんもありがとうございます。でもまだ見てない方もいるね。<laughs> 見ました緊張しててかわいかった。バレましたでも緊張するって。だって普段さ、あの、取材をしてる方に、この取材をいつも受けているがだから逆だよね。 逆なんだよ、いつもとパもう、お互いに。まあでも、南明さんは、あのー、まあ、取材も、普段ね、その国会とかで、いろんな場所で、その、取材をされてる方だし、取材も受けてる経験もある方なんですけど、私は、あの、取材を受けた経験はもちろんあるけど、取材をするっていうのがもう初めてで、そうなんですよ、もう、ガクブルでしたよ。<laughs> でも、あの、本当に南明さんはすごく、あの、優しい方だったので、 あの,あの私の質問にあの一個一個丁寧に答えてくださってでまあ質問もいくつかちゃんとあの項目頭の中に置いてやったんですけど結構長くなっちゃったんですよ <laughs> そ。結構長くなっちゃってでもともとその YouTube であのこのインタビューの模様をあの配信しましょうっていう企画だったんで、まあ、YouTube ってでもあんま長いと見ないじゃないですか今。 ねまあ、の手軽に見れるぐらいがちょうど良かったりするじゃん。だから長すぎちゃったから何回かに分けて配信しますって言われてそちょっと長くなっちゃってすいませんって感じなんですけどあのしっかり私がインタビューしてきたのでその模様をね見てほしいなって思ってますそう。全4回になる予定ですので。はい、で、その第1弾が、えっと、つい最近公開されて、はい、リツイートを私もしてますので。 よかったらぜひチェックしていただいて、あのー、拡散もね大々大,大拡散していただきたいなって <laughs> 思ってます。そうなんです、ね、まだ見てない方もねもちろん、あのー、私も今日のお昼頃にあに、のー、発信したので、あのー、まだねお仕,事だお仕事中だったりした方は見れてない方いると思うんですけど。 はい。ぜひぜひ見ていただきたいなと思いますし、そのインタビューを聞いて、そのインタビューを見てからの方が、あの、ミュージカルの方も話もこう入りやすかったりするのかなっていうのもあるので、見ていただきたいなって思います。政治の話を聞いてるゆきちゃん、新鮮でしたって。ねえ、そうですよ。本当に。本当そうですよ。だからそのインタビューを受ける、 あそのミュージカルがそのこういうね新聞記者さんのお話っていうこともあるのはもちろんなんだけど、まあ、インタビューっていうこともさせてもらうってことでなんかね「あのーまあ、新聞記者」っていう映画があるんですけどそれをねあの配信サービスネットフリックスで見たりとかそうドキュメントもあってそういうのも見たりしてなんか。 改めて新聞記者さんってどういうお仕事してるのかなっていうのを私なりに調べつつそううインタビューをしたのでぜひ見てほしいですそうなんですよねゆきちゃんの緊張が伝わってきますもう顔がさ <laughs> 顔の筋肉がなんかもう動,動いきませんみたいな <laughs> なんか <laughs> そうなんかあの うちの母にも「なんか顔パンパンじゃん」みたいな言われたけどそのインタビュー動画見てねそれぐらいなんかもうすごい緊張してたけどはいぜひぜひまだ見てない方は見ていただきたいですしあの見た方もあの何回も見て <laughs> くださいそういやそうなんですよね 朝日の政治記者ってめちゃくちゃアリートじゃんっていやそうなんですよ本当に本当にものすごく有名な記者さんの中の一人なので、はい、とっても緊張しましたなんか本当に私なんかがやっていいのかなって思うぐらいはい、なんか本当に今日んだろう恐れ多い取材だったんですけど あの心よく受けてくださってはい本当に感謝してます南明さんありがとうございますこの場を借りて <laughs> あらショールーム終わったらマッハで見に行きますだってありがとうありがとうございますそう、まあ、何回かにあの小分けされてるからあの見やすい風数にはなってるのではいあのよかったらねあの通勤通勤中とかねあの暇つぶしにでもいいので見てくださいねプロ野球選手にボール投げる的ないや本当にそうよ 本当にそんな感じ。でもさ、プロ野球選手にボール投げるのってさ、ある程度こう、なんだろう、運動神経がさ、あればさ、なん、まあなんとか、まあならないか。いや、なるじゃん。なんとかなるじゃん。始球式とかさ、なんとかなるやん。<laughs> もうそういうレベルじゃないんですよ。本当に緊張した。<laughs> 本当に緊張しました。<laughs> そう、だから私は、まあ、 新聞記者役の後藤由貴として取材を受けさせていただきますというスタンスでやらせていただいたのではい、まあ、いつもの私とはもう全然違うんですけどはい2倍速で見るほどそんな長くないです <laughs> 2倍速で見るスポーサガミさん2倍速で見るしかって言ってたけど2倍速で見るほど長くはないのではいはい よろししくお願いしますそうだから4回に分けて配信させてもらうので、はい、ある意味贅沢な配信になってますのでぜひぜひ見てくださいそうなんですそう KY さんの言うとおりプレー企画ということでこれを見た上でステージを楽しめるということですもちろんです正解そうなんです えー、さんインタビューしっかりしててかっこよかっただってありがとうございますありがとうございます <laughs> ピカイチさん「ごっちゃんの今日の格好は張り込みしているコスプレなの? <laughs>」いや張り込みってこんなんじゃないと思いますけどねはいねえさすがに南らさんにはそのなんかどういう格好で張り込みとかするんですかみたいなもちろん質問してないからさわかんないけどさでも張り込みってなんか あれだよね。なんかちょっとあったかい格好してさ、車の中でさ、こう背もたれ倒してさ、牛乳とパンみたいな、そんなイメージはありますよね。<laughs> さあ,あ、よっちさんこんばんは。あ、ニッタだお疲れちゃん。お疲れちゃんでーす。ギリギリミアちゃんさんこんばんは。えっ、ー、と。え、何 安倍氏ニューヨークの新聞記者は、公衆電話ボックスで着替えて空を飛びます。だって。何それ何それすごい。なんかもうアベンジャーズの世界みたいじゃん、もう。すごいね。<laughs> あ、フジットこんばんは。 シュうさんもこんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜もよろしくお願いします。はい。さあさあさあ。ゆきちゃんはかっこいい記者役かなって。あ、そうだね。ねえ、どんな役なんでしょうね。私は。はい。ま,あ、まだあの本読み、本読みが終わったところで、 まだ立ち稽古はしてなくて明日はお稽古あるんですけど明日は歌い稽古なんですよそうだからちょっとこれからしっかりあの他の役者さん方とあのお力添えを得てあの私の役をしっかり作り確立していきたいなって思ってふん <laughs> それスーパーマン、スーパーマンスーパーマンアベンジャーズはマーベル。スーパーマンは DC。いや、わかんない。ちょっと、詳しくわかんないわ、さっきの。<laughs> さっきの公衆電話の動画ののちょっと、私、詳しく、あの、す、なんかわかってないけど。す <laughs>、どっちかっていうと、アベンジャーズ、あ、アベンジャーズ、あ、そっか。意味がわかった。アベンジャーズは悪者 の方なのね。悪者っていうか敵の方なのね。スーパーマン、そっちか。理解。理解。<laughs> いや、本当にさ、知識が少ないよね、私。本当にもっといろんなの見なきゃ。あベンジ、そっか。あ、そうだね。理解、理解。わかった。<laughs> そうツッコミだよ。 あ、ユリウスさん、チラ、だって、こんばんは。こんばんは。よかったらまったりしてってくださーい。<laughs> さあ、ということで、まあ、今日は3月 ?5 日だね。なんか3月入ってからす、なんか、もう5日経つんだ。早いね。でもなんか、今年は、あれですよね。なんか桜咲くの早くないですか なんかもう、早く咲く桜のな,なんだっけ今あの、お稽古しているところの近くですごい咲いててもうそう,そうなんですよ桜が咲いててなんかもう春やなとかって感じてるけどまあねえひな祭りもありましたしうん。 あ、ねニッターがコメントくれてるけど清水咲ちゃんがご結婚されましてねご入籍されましておめでとうございます本当にねベリーズ工房さんもあの結成日っていう素敵なあな日だったし3日はねそう清水咲ちゃんがはい、あ、事務所の大先輩先輩の清水咲ちゃんがご結婚ご入,籍ご入籍ということでいやー でね、もう私も本当にそのニュース見て嬉しくて、で、LINE を知ってるので、あのー、ご迷惑にならないかな、まあ、きっとね、たくさんいろん、もうたくさんの方から絶対連絡来てるだろうなと思ったんだけど、まあ、ご迷惑にならないかなとかも思いつつ嬉し、嬉しすぎたんで、私も直接 LINE しておめでとうございますっていうことを伝えたら、もう、 本当に優しい方なんですよ。あの、私なんかにもお返事をくださって、そう、全然会えてないけど元気って言って、そう、返事くれて、そう、ちょこっと久しぶりに LINE 上で会話をしました。そうなんです。まあね、あの、今年の11月で、あの、芸能界引退されるってことなんで、ちょっと複雑な心境ももちろんあるんですけれども、でもでもでも、なんかもう、本当におめでとうございますという。 気持ちででいいっぱいです私はい、ね、そうなんですよねウフ育ていが一般の方になりたいねいやもうほんとにねいやもうてか清水さん30歳になるんだっていうほんとになんかみんな 年齢が止まってるっていうかもう何歳なんだろうっていうのもなんか気にならな、気にならないぐらい、気、気にならない、合ってる日本語。気にならないぐらいこうみんな昔から可愛いし綺麗だしなんか本当に皆さん容姿が素敵な、容姿も素敵なのでその変わらないからなんか30歳今年11月で30歳になるタイミングでっていうのを見て30歳になるんだと思って。そう。 そうなんでですすびっくりですよ本当にお若いほんとお若いみんな <laughs> ねそうなんです清水さん清水さんと何個違うんだ私あでも言うて私今年28なんですよびっくり2個違うんだ二歳 2歳違うんですね。いやーもうほんとに。あら、みんなありがとうございます。ゆきちゃんもお別れだってありがとうございます。いや、ほんまよ。わしも年は取るはずだって。ほんまよ。私もよ。びっくりよ。ほんとに。ねえ。ほんとに。だって。 元メンバー同じメンバーだったサモロリンもさ、ねえ、さ、え、今年でいくつてか、なんだろう、最近の30代にな,なる方とかなられてる方、ほんと若すぎてなんか、ほんとにってびっくりする人ばっかりじゃないほんとに。 私ももう、気がつけば、荒ーになってるので、まあ、いい感じに <laughs>、すんごい急に適当なコメントなったけど、いい感じに年取れたらいいなっては思うんですけどね。<laughs> いや、本当だよ。末っ、末っ子のごっちゃんが28歳、28って来てるけど、末っ子とか言ってらんないからね、もう。<laughs> ねえ。目指せ、美魔女って感じ。 本当になんか最近私中里依紗さんの YouTube 見るのが好きなんだけどあの中里依紗さんがねあの最近配信したやつであの、まあ、メイク動画をやられててなんかでも中里依紗さんってもう本当にすべてをさらけ出す女優さんだからあのもう本当にめすってか結構すっぴんとかで動画撮ってるらしいんだけどすっぴんに見えないし。 もすっぴんで十分なのよ。もう整ってるわけ。が、なんだっけ、顔面、ん顔面天才って言うんだっけ最近の若い子風に言うと <laughs>。もうこの口調がもう結構もうあれなんだけどさ <laughs>。最近の若い子で言うと顔面天才とか、なんかそんな風に言うっぽいんだけど、その本当に綺麗でさ、でもなんか、 すごい努力してるってことを言っててすごいかっこいいなと思ってそうだから私もそんな大人になりたいなって思うもう堂々とちゃんと努力してますだからこの肌がありますっていうふうに言いたい私はそんなにまだだからいつからアンチエイジングとかって言葉あるじゃないですか,かなんかいつからそういうのもさ若い頃からやりすぎるとさなんか あれかなーっていうのもあって、なんか、いつからやればいいんだろうって、思ってる。え、ご、ごっちゃんは顔面狂気、顔面狂気、狂気はやばくない褒めてるんですかそれ。<laughs> 褒められてる顔面狂気はやばいけどね。いや、本当に。ねえ。<laughs> みんなそういう時期を迎えつつあるんだなって、しみじみするって。 本当そうですよね。本当に。<laughs> あらコマキングさんがご当さんも二十歳ぐらいに見えますよってありがとうございますもうありがとうございます全然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 ふうふうで <laughs> ありがとうございます。いやでもこうやってなんか皆さんの前にこう顔を 出すっていう、多分それが私の唯一のなんか、なん、なんとか、こう、しなきゃっていう意識保、保つ一つの、なんて言うんだろう。理由にもなってるので、本当にありがたいんですけど。<laughs> なんか日本語おかしいな。なんかちょっと日本語おかしかったな、今。な、伝わる言いたいこと伝わってんのかな <laughs> なんか、 なんか今日すごい頭の中ぐっちゃぐちゃになってるんだけどまあとにかく私もなんかしっかりそろそろやっていかなきゃいけないなっていうのもありつつそうなんかでもなんか年相の若作りとかじゃなくて年相になんか綺麗に年々綺麗になっていくなって言われるような大人になっていきたいなって改めて思うんですけどもそうああボビーさん アイコン着替えてくれてる。ありがとうございます。チャオベラの4人の中で誰が最初に結婚するかなってね、本当にもう、どうなんでしょうね。もうみんな30歳になっちゃうよ <laughs>。むしろなんか私、個人的には女性は30歳からの方がなんかすごく綺麗になっていく。なんか30歳からの方が楽しいっていうイメージがな、なんかあるんですけど。うん。 すごいずっと楽しみだなーって思う。え、中里依さんはミッキークくっつ同じ年なんだ。え、ってことはモロちゃんと同じ。ほら、やっぱその年代ってやっぱりなんか若々しいんだよ。いや、その年代で、その年代っていうか、やっぱなんか、年齢不詳な方多いよね、やっぱり。すごいなー。そっか。<laughs> いやう <laughs> んーとえっ、ー、と何の話してんだっけあそう結婚ねいやでもあれなんですよこないだもさひな祭りだったじゃないですか3月3日ねひな祭りじゃんまあ一応あのー、ひな祭りだからさおせちとかはさ食べて んだけどさも,うもう何年も何年もお雛様出してないんですようち。<laughs> お雛様出してないからさもうお嫁に行けんのかなっていう会話を今最近なんかあのしてまして家族の中でも。なんか私お兄ちゃんいるんですけどお兄ちゃんにもなんか「結婚できんのお前」みたいな言われてさなんか「そんなこと言われても」みたいなね。 <laughs> まあ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 、まあ、人それぞれですし、まあ、別に結婚が全てでもないしねえ、まあ、何歳であろうと素敵な人がいたら結婚すればいいと思うんですけどそうだ何でもさひな,、ま、ひな祭りじゃないひな人形出してないんだよでもおひなさま出さないとさお呼びに行けないって言うじゃん <laughs> ねえみんなひな人形出してる 出してる男性はあれか、五月人形か。でも五月、五月人形、うちもそんなずっと出してなくても、お兄ちゃん、お嫁、お嫁じゃないよ。<laughs> 結婚できたからさ、お嫁さん、もらってるからさ、まあ、あれなんですけど。あ、しまい忘れるとい、行き遅れるっていう、あ、そういうことなんだ。出す、あ出さ、ちゃんとおひなさま、出さないと、 お嫁に行けないのかと思ってたけどしまい忘れると行き遅れるっていうことなのかそっちなんだうんおひなさまね片付けるのが遅いよりいいかもってあそうなのねうん <laughs> お嫁に行く気はあるんです <laughs> いやそりゃいつかはまあ行きたいですけど <laughs> なさそうに見えたかな <laughs> まあ人それぞれですからねそういうのもね私今もうそのうちなんかもう別に私は一人で生きていくんだとか言ってるかもしれないしもう分かんないけどさそんなのその時になってみなきゃ分かんないけどさねえあっまらがわらないスプーンさうちの姉って 妹はそれでもお嫁行ったわよってあ、よかったじゃあ私もまだ可能性はあるいや可能性はあるんだけどさあってほしいんだけどさ <laughs> いやだからちょっといや本当はねあのお母さんとしってたのはほは今年お雛様出したいなとか出せたら出したいなと思ったんだけどいかんせんその、まあ、タイミングを逃しまして気づいたらひな祭り当日になっててあれみたいな。 そうそうだから来年は出せたらいいなと思うんですけどねそうそうそうあほら MFR くんとこも「ひな人形出したことないけど姉が結婚したので大丈夫ですあよかったよかったよかったありがとうございます <laughs> よかったあビヴィロンさんとこもだひな人形出さないけど姉ちゃんお嫁に行ったよかった <laughs> ゆかちゃん一人暮らし並んで実家の母次第」ね <laughs> え あそうだよね。実家にね、そうだもんね。置いてるもんね。五月人形と結婚は関係ないと思います。うん。そうなのね。全然出してなくて今に至る。まあ、縁ですよ。まあ、そうですよね。ご縁ですよね。だって、お雛様出してても、ね。 おひなさま出してる出し,出してないでそれで結婚は決まるわけでもないですしねそうどうなんでしょうね <laughs> なんでちょっと今泉さんこんなタイミングで突然のゆきちゃんのフィギュア欲しいぞっていう謎のタイミングでなんかこんな話題出てきたんですけどフィギュアで思い出したけどそんなグッ,グッズというか フィギュア作ったこともありましたね、アイドル時代に。あの、歌の新曲の企画で、ブンブンブンジュルシッチャーゾジュラシッチャーゾっていう曲の中に、歌詞の中に、なんか、フィギュアばかり見てるのみたいな、なんかフィギュアっていう単語の中に、あ、歌詞の中にフィギュアっていう言葉があって、それにちなんで、そう、世界に一つだけの、あの、自分のフィギュアを、4体、そ,のそれぞれメンバーで、 一人ずつ作って、四体あって、それをね、あの、ファンの方が、あの、抽選で当たった方が、抽選だよね、確か。抽選かなんかで当たった方が、あの、にプレゼントをされてるんですけど、それってまだあんのかな持ってる人、ある、あるのかななんか、フィギュア、ちゃんと出しててくれてるかなじゃんりかぶってない大丈夫 <laughs> ちゃんとありますかフィギュア。 あ、抽選か。抽選だったんだ。抽選だ。うん、やっぱり。そうだ。懐かしいね。そんなこともありましたね。あ,ありがとう、にち中。ゆきちゃんには幸せになってほしい。ありがとうございます。みんな幸せになってほしいですよ。本当に。ありがとうございます。本当に。猫飼い出したらやばいかもってね。言いますよね。一人暮らしで猫飼ったらいい。 ななかなか結婚できないとかってねいわ癒されるからね猫ちゃんいればねねーまあまあまあそういうのはもう個人差ですから本当にえ <laughs> 衝撃的なコメントあったんだけど <laughs> 嘘ちょっとあん,あんかきおあんかおんさんに タク卒業したいので、とっとと嫁に行ってくださいって <laughs>。そんなこと言われることある <laughs> そんなことあるんですかすいません、なんか。でもありがとうございます。お嫁に行っても応援しててくださいね <laughs>。笑っちゃって面白すぎて読み上げちゃった、今。<laughs> あ、おいっ子やめいっ子を可愛がり出すと危険ってあるけど。 いやもう、それはもう、可愛いでしょ。う。可いいですよ。私ももう、三人のおばなんですけど。つい、この間、あの、めいっこちゃんが、一番年上のめいっこちゃんが、あの、お誕生日だったんですよ。で、それで、あの、何が欲しいって聞いて、そしたらね、なんかすごい、アナと雪の女王がすごく好きで、その中でもやっぱエルサがすごい好きなんですよ。その、めいっこちゃんがね。 そうだから何欲しいって聞いてなんかエルサのお洋服とかかとがコツコツなるキラキラした靴が欲しいって言ってて <laughs> そうでついこの間あのー、時間があった時に、あのー、一緒に買いに行ってそうプレゼントしたらもうすごい喜んでくれてそうだから毎日 来てるみたいですよ。今、毎日来てくれてるみたいです。うん。嬉しいよね。本当に。メイクを一個はもうお爆発してしまいますよ。本当に。 そうそれでさすっごいあのちゃんと買った日にね目の前でちゃんと着替えてファッションショーしてくれてさまあ私がお願いしたんだけど <laughs> 着てって言ってでなんかくるくるって回ってとか言ってさやりながら動画撮ったりしててそう「あのでエルサの歌歌って」って言って歌おうみたいなの言ってさ ありのままのとか言ってさ、歌ったりしたんだけどさ、なんかさ、本人の中でさ、あの、違うみたいな、それじゃないみたいな。それじゃない,い,なゃないって言われて、え、じゃあエルサの歌って言ったらもう一個なんだろうと思って、あの、道の、なんだっけ、なななんななのさ、あの、アナと雪の女王2のやつのさ、歌ったらさ、それも違うとか言われてさ、 「雪だるまつくろう」も歌ったら「それでもない」とか言って「何の歌だよ!」と思ってさ <laughs> そうそんなことをしながらもうもうめっ子を可愛がっておりますわいっ子めいっ子がっておりますすでにいや厳しいんですよなんか他に何の歌があるんやろ思ってさエルサの歌さもう全然わかんないからさ私もあんな「あ雪の2」は見てないんでちょっとあんまわかんないんですけど レリ号ーーが違うって言われちゃったからさ、そうなんですよ <laughs>。そんなことそんな困難をしながら癒されつつ、はい、もう、今は、お稽古に励んでおります <laughs>。最近はそんな感じですかね。あと、あと何だろうな。最近、あ、そうだ、私最近、 なんかあの携帯のマンポ見るようになってそうみんなマンポとかって見てますマンポ見てるっていうか気にしてる気にしたりしてますなんかやっぱりさ最近、まあ、今もね自粛期間っていうのもあるしあのまあねちょっと1都3県はあの 緊急事態宣言、ちょっとね、また2週間延びましたけど、やっぱ外出も減るじゃないですか。で、今はあの、まあ、お稽古があるので、まあ、お仕事の日は、まあ、出るからさ、外に、まあ、結構ちゃんとしっかり歩くんだけどさ、そう、そう、結構ね、ロビン、ロビンも先、先0歩歩いてるとか。 いや千歩は全然行くんですよむしろ千歩なんてすぐ行くんだけどそうマンポケみたいなアプリあるよねあるけどあのなんだっけ iPhone とかだとヘルツケアっていうやつでなんか勝手にその歩数をさ測ってくれるわけそうだからさえそうなんだドラクエウォークって歩数カウントされるんだへえー そうなんだね。あ、逆に在宅ワークをし始めてから、ま、えっと、歩数計はつけなくなりましたって方もいる。あ、そうなんだね。私はなんか、あ、1万歩そう、1万歩はね、意外と大変な、大変ってか、結構歩いたなって感じはもちろんあるんだけど、意外といけるんですよね、1万歩。でもね、私今日お休みだったし、なんかちょっと久しぶりに、 今日はゆっくりできるからと思って、引きこもってたんですよ、今日は。そう。ワンコのお散歩にも行かず引きこもってたんですよ。で、あの、歩数見たらさ、もうびっくりだよね。もう、でもそれ見たのお昼頃だったからさ、あれだけど今何歩なんだろう。私の今日の一日の、 この携帯の歩数は何歩でしょう <laughs> ででん問題 <laughs> 勝手に、急に。私の今日の歩数は何歩でしょうヘ <laughs> ルスケア。えー、あえあええ何歩でしょうか ?20 歩 5100歩、500歩、387歩、300歩、510歩、256歩、4、ん ?1、10、1 0万歩歩いたねタる。え、やば松木、ま、さん4万歩やばくない私結構歩いたなって思った日でも2万歩だったよ。まあでも、携帯乗ってさ、実際こう、持ち歩いて歩いて、それだからね。 なんともあれなんですけどな、なんとも言えないんですけど、絶対もっと多いはずな,はずなんだけどね。52歩、510歩、517歩、1000歩、430、752、765、<laughs> 8500歩、528、70、5963、200、5252、502、613、 外食あ、外出しなかったなら60、600一歩かな ?2853、2765 28。27 <laughs> なんかもうて適当な数字 <laughs> に見えてきた <laughs>。当たりがあるかもよ。ピタリ賞あるかどうか <laughs> 今日マジで一歩も出てないです。家に。そして、携帯は、 充電しないで寝たので、今日は携帯を日中とかは基本的に充電してたので、持ち歩いてないです。ヒントとしては。6123000歩250。まあそんなこんなで、そろそろ、私の本日の、この iPhone のヘルスケアによる私の今日の歩数を発表したいと思います。えー、本日の、 え、二時、あ、二十時五十八分時点での私の歩数は、ドッ百十七歩百十七歩あ、なんかいろいろと百十七歩でしたーつくねいや、本当によ。 いや、さすがにもっと歩いてるから、117歩で足りないから、117歩なんかもう何もできないよ、こんな。<laughs> いいなってどういうことあ、いい、いい、いいなね。117、いいなね。やばない <laughs> いや、でもほら、あの <laughs>、時報とか言われて。 <laughs> これを持って歩いてないからっていうのを言い訳にさせてでもねなんか結構過去のやつとか見れるんだけどなんかさあの去年のさほら自粛期間とかあったじゃんあれあれとかどれぐらいになってるんだろうと思って見てみたのそしたらさ そしたらなんか、50歩とかあったよ。50歩の木とかあったよ。やばくない ?50 歩とかもう、トイレも行けんやん、みたいな。ほんとにもう、お風呂も入れんやん、みたいな感じで。<laughs> 50歩、あと45歩もあったよ。やばくない <laughs> いや、もう、この携帯を持って、歩いて、 歩歩いたたのがととかだだったってことなんだよね <laughs> やばいよ、百五十50キロはもう衝撃的だよ、もう。それか、めちゃくちゃ大股かだよね。<laughs> 多分めちゃくちゃ大股なんだと思う。大体、何するにも大体1、2歩で届いちゃうから、<laughs> 歩数が50歩でも45歩でもいけたんだと思うけど。<laughs> っていうね、くだらないお話でした。 はい。<laughs> いやー皆さんは歩いてますかね本ほんとにやっぱねテレワークとかだとやっぱずっと座りっぱだったりねなっちゃうからねあのやっぱ体調在宅ワークなってからちょっとあの何なんかあんまり歩いてなかったりすると土踏まずがさ土踏まず土踏まず土踏まずがこう何アーチがなんかなって。 減ってきて減るアーチがなんかあんまりなくなってきてなんかなんかね歩行がねあま,あまりよろしくなくなったりするっていうこともあるらしいんでなのであそう扁平足そうそうそうだからね皆さん気をつけてください気をつけてください、まあ、なるべく座りっぱなしとか立ちっぱなしとかにならないようにね した方がいいみたいですよ、やっぱり。うん。あら、こんばんは。ボブボブ。こんばんは。さっき、はななんもこんばんはって言ってくれてたかな。こんばんは。そう。え、すごい。とねとね平均1日2万歩。ほう、すごい。結構疲れないですかすごいね。 もともと扁平足はどうしたら土踏まず。ええー、もともと扁平、でも扁平足って疲れるっていうよね。歩,歩,歩くの大変。なんか疲れるっていう気だからあれ、あれ入れればいいんじゃないのなんかあの、靴の中敷きその、足のアーチをこう、支えてくれるような。中敷きとか入れてみたらどうなんか別に扁平足じゃない人とかも、その、 足にいい足にいいっていうかなんかその足の形が自然と良くなるような中敷きがあるらしくてそういうのもね使ってみるといいかもしれない私は最近腰が痛くていや私もよ私も腰痛いよ腰痛くなるでもやっぱなんでだろうって考えるとまあ結構座ってたり 今さ、最近本読みしてたからさ、ずっと座ってるんですよ、本読みで。だからすごい腰痛かったりして。そうそう。ね。やっぱある程度動かないとやっぱダメなんですよね。竹踏みね。アーチのある中敷きれると痛くて歩け。そうなんだ。ええき岐阜にずっと、ずっとその。 アーチがない状態に慣れてると逆にアーチがあるときついのかなうーん。そうなんだね。ねえ。皆さん気をつけてください。本当は最近は寒かったり暑かったりがするので。はい。そんなこんなでもういい感じの時間になってきましたね。今日は もうそろそろ終わろうかな。そろそろ終わろうかな。寒いし <laughs>。<laughs> 足つぼマット歩けるって。いや、足つぼマット、足つぼマットあんま歩いたことないけど、なんかど、どこだっけなんかどっかにさ、足つぼ、 足湯でさ、下がしつぼっぽくなってるとこなかったっけ大江戸温泉だっけなんか、どっか、なんか、結構昔に前に行った時なんかすごいめっちゃ痛かったとこがあったんだよな。どこだったっけ忘れちゃったけど。大江戸温泉だっけなんかあったよね。てか温泉行きたいね。<laughs> 温泉行きたいよ。もう、なんかいろんなとこ行き,行きたいけど、まだもうちょっと我慢だね。 もう少し我慢ですあ、ある大江戸温泉にある足つぼのなんかすごい痛かった記憶がある。もう私結構足つぼとか行くの好きなんですよ。でも最近全然行けてないから。足つぼ行きたいなぁ。足つぼも行きたいし、温泉も行きたいし。あ、そう。そう、台場の大江戸温泉かも。そう、うん、多分そうだと思う。 こう前だけどね、行ったの。温泉行きたいなぁ。温泉行きたいね。みんなでいろんなとこ行きたいですね。ほんとに。でももうちょっと我慢ですね。今は。あの、我慢というか違う楽しみ方で、うん。楽しんでいきたいですね。<laughs> 夜遊びしたいね, <laughs> ねそうですよね8時以降はね自粛になってますからね今のところその1都3県はねうんうんうんぶどう狩りもいいねぶどう狩りも行きたいですねいちご狩りっていけんのかないちごっていつまでだっけ4月ギリギリ4月とかまでだよねまあでも、まあ、いちご狩りはいけないかな今年タイミング的にも 行くタイ私は。と思いつつ。まあ、しっかりスーパーでいちごは買ってるので、食べてるんですけどね、しっかり。はい。今日もいちご、食べました。はい。そうですね。うふふ。よあね。はい。ということで、そうです。トダッティがコメントにも書いてくれてるんですが、とにかく。 4月は東京に行きますようにということで、はい、えー、私、えー、4月の7日から10日まで、えー、初めてのミュージカル、えー、参加します、えー。ミュージカルギルド Q の、えー、ブレイブハート、真実の扉を開けというミュージカル、参加させていただきます。えー、光が丘東京の光が丘にある、今ホール、IMA と書いて今。 って読むそうです今ホールにて、えっと、ミュージカル行いますのではい皆さんぜひぜひその頃にはねあいろいろと落ち着いている時期であってほしいなと思っておりますのではいなので、ねまあ、もちろん私も体調管理しっかりしつつ皆さんもね、はい、変わらず元気でいい いてくれたら嬉しいなと思いますそして舞台を見に来てくれたら嬉しいなと思いますでやっぱりそのどうしてもねあの東京に来るの怖いっていう方もいると思いますしあの遠くて来れないよとかあの仕事があって来れないよとかっていう方もいると思うんですけどそういう方はあの千秋楽10日千秋楽の、えっと、会はライブ配信ありますしかもあの結構長い期間アーカイブ見れるのではい確か見れた、うん、見れるのでぜひぜひぜひ。 もちやっと発売中でおりますので、ぜひ、よろしくお願いしますはい。行くどーってありがとうございます。今ホール、そうです。ひらがなで書くとかわいいね。なんかね。<laughs> 今井留美さんは呼んでないです。<laughs> 配信視聴になりそうだけど頑張ってください。ありがとうございます。 配信楽しませていただきます。ありがとう、うん。まあでもやっぱりね、配信の方が多いのかな。うん、まあでも、なんか、こう、できれば来てほしいなっていう思いは強いんですけど、まあ、皆さんの安全が第一でもありますので、はい。まあ、こちらも、あの、来てくださる方には、こちらもあのしっかりと感染対策をして待っていたいなと思います。まだ、あの、もうすぐで1ヶ月。 五になるのではい私も頑張って稽古していきたいなって思いますよろしくお願いしますありがとうございます見に行くよって方もいてありがとうしまちゃんありがとうピカジさんも応援電波を送りますありがとう笠野さんとか来てくれてありがとうございますとだって飛行機まだ怖いので新幹線でええー、六時間かけてありがとうありがとうございますありがとうございます 安倍氏見に行くけど、配信も買っておこうかな。ありがとう。そう。だから、アーカイブが結構長い期間見れるので、見に行って、もう一回、後で、その千秋楽の公演見れたりもできるので、はいはい。ありがとうございます。よろしくお願いします。みんなありがとね。ありがとうございます。そして、あの、最初の方にも告知したんですけれども、あの、今回のそのミュージカルの特別企画として、あの、私が、 新聞記者さんに、あの、インタビューをしてる YouTube 動画上がってますので、そちらの方もぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあ、そんなこんなで最後にランキングを読んで終わりたいなと思います。えー、13位、今泉さん。12位、お猿。11位、あ、ボビー、えっと、なんだっけ、ボビー、ボビー、でデネルさんだっけ なんか違う気がするけど。ありがとうございます。ボビーさん、ありがとうございます。10位、ハザタン。9位、こしろさん。8位、とおルちゃん。7位、ひたやすみさん。6位、レグさん。5位、ピンシー 9821CX3 さん。えー、4位、安倍シそして、3位が、せかきれさん。ありがとうございます。あ、ミキマさん、ありがとうございます。ボビー、ドンネルさんだよね。ドンネルさん、ありがとうございます。すいません。えー、もう、英語弱くて、ごめんなさい。<laughs> 2位、くにちゅんいえー、ありがとうございます。そして、1位が、 メロイエローさんです。いつもありがとうございます。わーい。ありがとうございます。さあ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 ということで、そんなこんなで、皆さん、まだまだ寒い、寒かったり暖かかったり、いろいろしてますが、元気に、また、そのうち、 4月に会いたいなって思ってます。はい。じゃあ、おやすみなさい <laughs> 終わり方雑ですいません。ありがとうございました、皆さん。いい夢見てください。暖かくして寝てくださいね。おやすみなさい。じゃあねバイバイ。YouTube 見てね。YouTube。YouTube。 YouTube. <tune>